おはようございます。こんにちは。こんばんは。キアルです。今日も、刀剣乱舞無双をやっていきます。今日は、今回はね、第2舞台を続けてやっていくんですが、虫を倒すと。急にもう、はい。歪んだ歴史の流れを消滅させろってことですか、うん、だってまだこの合戦勝敗はついてませんよ。黒田軍を勝たせて、うん、あの方に退却してもらえば生死の範疇に収まるんじゃないのかな。どうだろうね。石田三成の生存はこの合戦の後も歴史に大きな影響を与えるだろうから。またこれは第三部隊と同じ末路をたどるってことなんですかね。ですか。覚悟を決めなければならないようですな、うん、新たな流れが検知されました、はい、虫の姿を見える。まだかな。でも虫出現で出てるんで、遠くに見えるのはあれがみんなの言っていた虫。あの方もご一緒だ。ん？虫が石田三成を取り込む様子がない。必要がないほど両者の意志は近しいのかもしれない。マジそんなことある。状況は違えど虫も核となる人間も討伐しなければならないことに変わりはありません、うん、虫と石田三成双方を切り義士消滅を目指してください。はい。そんな本当にやるんですか。こんなのってやるしかないじゃないですか。やるしかない。第二部隊としての責務を負うべきは責務を全うする。石田三成は僕が切る。じゃあ河川にする。河川、ここはちょっと河川にしようか。お膳立てをしてくれるかい。虫を撃ち石田三成を止めてくれ。ちょっと河川にしよう。今回は強烈至極。僕でいいの河川さん。行きましょう。もうはい、文系の意地として不変者には負けられないな。負けられないな。行きましょう。あの虫を撃ち石田三成を止めます。虫ってどんなんだろう。やるしかないんだよね。やるしかあるまい。さあ、うわ、なにこれ。蜂？蜂ではないな。うん、わからんな。血があんな高くに。ここからでは攻撃が届かない。今は防戦に進む。ヤシはあの大罪人を撃たねばならぬ。邪魔する者はヤツと同罪だ。目がすっかり憎しみに染まった。時間そこ、こんなやり方はあんまりだ。敵を切って歴史を守るのが俺たち。まだだ。あぶね。いつも同じとは思えない。なんかもう、どうしてこんな風学になんて声をかけたらいいんだ。彼の痛みでしょ。とりあえず三成をただ寄り添うことしかできない。先やろうか。やつを撃つのだ。まだ果てるわけには。とりあえず水内止めた。またか。避けるしかできないって結構厄介。そうだね。決して気は抜けない。着弾地点を予測してうまく立ち回ろう。嫌な沈黙だ。何を。気持ち悪いな。なんかいかにも不穏です。一度虫から離れるべきかもしれませんが。了解。びっくりした。ダウンか。
虫がひるんでますね。この隙に。ああ、畳みかけようか。ごめん、カセンさん。嫌な役目を負わせてしまった。よし。僕自ら引き受けた。君が気にすることじゃない。よっ、何ですか、あの弾。追いかけてこないでください。弾？避けるだけではダメみたいな。卵みたいな。切って壊してしまうか。今切ってて壊したよね。またあの追いかけてくるやつだ。気をつけよう。なんか眉みたいな。あ、ホタルなんだ。好機ですね。一気に行きましょう。よし。なんて言った？なんたらの仕置きだ。何を差し出せ？せめて雅に散れ。せめて雅に散れ。全然当たってないわ。よいしょ。勝てー。また猛攻が来る。回避を。K。とりあえず倒した。気持ち悪いなこのホタル。一仕事終えた後の朝も風流なもの。経験10万。文系であることを押し通せるよ。話をする時間はなかなか有意義だった。はい、やつを打ち果たすまで終わらせはしない。家康、徳川家康はどこにいる？ここの三成も憎んでるな。三成様、家康！っつって。整った。ここからは隊長の仕事だ。よし。本丸に騎乗します。これで終わりとかないよね。まだ黒田官兵衛のあれがあるし、さすがにね。
よし。残念ですが、私からの通告は以上です。うん。調査継続か。ああ、そうだよね。本当にひどいことになっちゃいましたね。さすがに短すぎ。どうする？ここにいない家臣には私から伝言しようか。うん。お願いできる。なんだか疲れちゃったんだ。部屋で少し休むよ。うん。では三日月さんたちには私から伝えておきましょう。みんなしっかり休息をとって戦いに備えてください。てん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 。話なら聞いていたよ。伝言は無用。河川、この流れの消滅は完遂ならず、新たな変異を開始した。調査は振り出しに戻ってしまった。現実は酷だね。ああ。虫と核となる人間が一つとなったものを切り伏せなければ、消滅には不十分だったようだ。うん。みんな、厳しい状況に言葉も出なかった。カゼ、お前は平気なのか？僕かい？ああ、大丈夫だよ。いや、絶対あるよね。始まったばかりだ。たとえ戦場でも、風雅を愛せるぐらい心に余裕を持つ。その気概で、第二部隊を率いていくよ。うん。風雅か。私には難しいな。ならば、第二部隊の戦いから感じ取ってみるといい。知らないことを学んでみるのも悪くはないよ。うん、そうだな。感謝する。いきなり虫はビビったな。安心せずに進む。これがまた主のため。はい、じゃあ続けていきまーす。ではそれで行こう。さあどうなることやら。ん？え？秀吉？秀吉様、なんとおいたわしい。ああ。秀吉がなんか復活したかと思った。秀吉様の御身は豊臣の剣は。そういうことか。うん。敵方の状況は以上。お分かりいただけましたか？儚いものです。世の栄華も人の命も。映像とはいえ、うん、まさか豊臣秀吉の最後を間近で見ることになるとは思いませんでした。石田三成の目が徳川家康への憎悪で赤く染まっていた。この時点で時間素行軍の干渉を受けているんだな。うん、はい、石田三成に注力しなんとか検知できました。おかげでこの後の義士は演算できそうですが。うん。筑前大内入りの状況では歴史の消滅にならない。あの地点より早期に解決しないといけないんだよね。ここまで頑張ってるんです。絶対に生死の範疇での解決を目指しましょう。かわいいなお前は。ヒューガ、君は大丈夫。次こそうまくやろう。はい。
返り討ちにする。騎士が検出されました。豊臣政権の祭りごとを担った石田三成に対して武を担ったのが黒田長政、細川忠興ら七将です。うん、秀吉の死後彼らは激しく対立し、ついには七将は石田三成の屋敷を襲撃しました。あら、なんだかやるせないですよね。同じ主に仕えた者同士でそんなこと。本来の歴史では三成は襲撃を事前に察知して佐竹邸に逃れたと言われているね。その後は家康を頼ったとも、伏見城に隠れたとも聞くけれど、今回彼は攻めに出たようだ。はいはいはい、はい、石田三成は襲撃計画を利用しおびき寄せた七将を一網打尽にする算段のようです。徳川家康への憎悪が彼に味方する七将への敵意を増幅させたのか。先に刀を抜いたのは七将たちとはいえ、こういう卑怯な戦い、あの方らしくないな。それは時間素行軍の干渉の影響です。君の知る彼が真実なのでしょう。ありがとういちごさん。とにかく今は七将を助けてあげないとね。新たな流れが検知されました。擬態、屋敷に七将を誘い込んで伏兵で一網打尽、それがあの方の作戦だね。うーん、襲撃自体を防いじゃったらそれはそれで歴史が変わっちゃいそうですよね。我々がおとりになってはどうでしょう。伏兵に七将の仲間だと思い込ませ、彼らに向かうはずだった敵を引き受けるんです。あちらが引っかかってくれるかどうか少々賭けですが、どうせなら確実性を上げておこう。そのために面影、君の手を借りたいな。協力してくれるかい。誰の姿を映せばいい。七将の一人、細川忠興様だ。君も筑前で姿を見ているから擬態しやすいだろう。それに僕もあの方の人となりはよく分かっている。万が一の時に助け舟を出しやすいからね。分かった、その役務めよう。はい、じゃあ今回は東四郎。まあ、なんとかなりますって。僕たちなりの戦いを見せたいね。一振りにしよっか。東四郎を俺に任せ、手助けするよ。軽くあのレベルを追い抜かした。正宗がよし、あ、俺解放してるんだな。これからもご期待に添えそうです。これからもご期待に添えそうか。俺の秘めた可能性、連撃かな。はい、これですね。俺の秘めた可能性見つけちゃいます。俺の秘めた可能性でしょ。俺の秘めた可能性、俺の秘めた可能性、これからもご期待に添えそうです。俺の秘めた可能性見つけちゃいました。俺の秘めた可能性見つけちゃいました。これ3個いけるかな。まあこれでいこうか。とりあえず装備変更いいか、これで。よし、最初はいいかなと思ってます。装備品は可愛い。お、すごい。なんとかなりますって。さあ今日も頑張りますか。策を確認するよ。僕らは七将になりすまし先回りして敵を退ける。うん、まずは正面の敵を破ろうか。オッケー。
本物の七将が向こうから来るみたいです。まったり鉢合わせないようにしないと。分かったら細川忠興、仲間もろとも見せてくれる。かかったのはどちらでしょう。よし、お、すごい。近くの敵を片付けよう。本物に追いつかれないように大急ぎで。おー、すごい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 、これはすごい。盾に分かれた石田屋敷を襲撃する。あの男との因縁も今宵です。早い、めっちゃ速いこの子。ではそちらは南門山アップで、私と長政殿は正門から行く。七将が行動を開始しました。えい、遭遇しないよう注意してください。動きが速い、結構門が開きました。他に伏兵がいないか見ておきたいです。では邸内から裏門を渡そうか。はい、まだまだ。可愛いんだけど。はい。見せ場はもらいましたよ。見せ場はもらいましたよ。彼らに会う恐れがあるから。門が開かぬようだ。よし。襲撃を蹴取られたか。一度福島殿たちと合流しよう。この門は何だ、行くとこせんぞ。正門の方はどうだ、細川殿たちと合流してもらう。現れたら細川忠興。あ、やばい、その首わしがいただく。いかにも僕らの連れこそ細川忠興様。さて、ここも手早くする。よし、見せ場はもらいましたよ。潜んでいた敵は大体片付いたね。さあ、七将が来る前に身を隠そうか。はい。あれが裏門か。まったく、ようやく屋敷に入れそう。あ、刀短いね、結構。これでおしまい。やった。ちょっと強くなったか。あ、でもどうだろう。出てまいれ水鳥、お前は必ずこの正則が仕留める。あー、正則が。大声を出すな、福島殿。真っ向から挑めばあの卑怯者は逃げ出そう。ずいぶんな言われようですが、まっすぐな方なんだけどね。ただちょっとだけ誤解されやすいんだ。いや、強かったな。結構攻撃が早かった。お、黒田長松。襲撃は読まれていたか。うん。だが、妙な状況よ。まるで何者かと一戦交えた後のような。伏兵を忍ばせ、自らは逃亡するなど姑息な真似を。三成め、これだから奴は気に食わぬ。うん。周囲を探せ、くまなくだ。長政殿、我らも行くぞ。やれやれ、怒りで我を忘れているようだ。悪いお方ではないのだけれど、雅じゃない、うん、予想外の事態になったから襲撃は終わり、今日は解散とはやっぱりならないんですね。そうだね、振り上げた拳の行き場に困っているのかもしれない、
ひとまずこの時点での歪みは正せたよね。お疲れ様、面影さん。ああ、あとは七将が順当に三成を追えば本来の流れ通りに収まるけれど、どうだろうね。よいしょ。さあ、この本丸に来られてよかったな。本丸って何レベルあるんだろう。強くなるか。30までかな。話をする時間はなかなか有意義だった。ちょっと見てみましょうか、うん、たまには店でも覗いてみようか。さあ、あ、負傷状態になると攻撃力上昇。ほうほうほう、なるほどね。はい、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。